ラマンにしろ、仮面ライダーにしろ。多数に勝つ少数、根底は民主主義では、ない。単純な理解だ。正義は勝つ。規定としては、昭和天皇の経験則から、多分。太平洋戦争、絶体絶命の淵からも日本はなんとか日本を守り抜くことができた、わけで。正しければ負けない。それは天皇制に対し、強固な正義を与えることにはなったが。そのオリジナルの存在ゆえに、何かの自由は喪失した。それは間違いなく。理想は、場当たり的な対応だった。そういうのはある。テレビへの資金的な供給は、やっぱり労働に対しての報酬、そういうものであるべきだった。多分。天皇陛下が好ましいと思う番組を放送しなさい。それが当時の正義。昭和天皇が、太平洋戦争の勝者が、いなくなってそれはそのままというわけにいかず。テレビは宙に浮いた。